どうもセナです。今回もゼルダの伝説寝てる暇なんかあるか寝てる暇なんかあるかゼルダの伝説夢を見る島頑張って実況していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。で前回は壺の洞窟にてパワーリストバンドというものを手にパワーリストバンドだったっけ確認はできそうかできなさそう。パワーリストバンドだったと思う。パワーリストバンドを手に入れたことによって壺なり岩なりを動かせるようになりました。持ち上げられるようになりました。持ち上げられるようになりました。見ててくださいよ。こうしてこう。うわ岩まで持ち上げれる。岩を持ち上げたのは初めてだな。はい。というわけでこの先に進めるようになったわけなんですけれども、こっち行ったことありますよね言っても。あ、食べてくれるもしかして。ワンワンちゃん危ない。よし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 。看板がありますが。タマランチャマ、タマランチ、あ、タマランチ山、ゴポンガの沼、ゴポンガの沼ね。こっちの下は確か普通に村に戻る道だったと思います。あれ？ホウホウさん来なかったな。うわ、ホウホウさん来てほしかったな。で、こっちがワンワンさんが捕らえられていた洞窟。で、こっちから戻ると、あー、しまった！飛ばなきゃいけないんだった。そうだった。あー、こいて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 こうしてこう。危ない！飛んで落ちりゃ世話ねえぜ。よし。こうして、こっち？こっちかな？こっち、ビリビリさん、おービリビリさんまで食べてくれました。で、パワーリストバンドに切り替えまして、こっちでこう担ぐ。よし。で、この階段、下に降りると？あ？なに？ここ掘れ、バウバウ。え？まさか？おわあああちょ、敵さんが、敵さんが、敵さんが。あれ？ちょっとよく見てください。ワンワンさん、この B とか A とか、これなんか装備してるよっていう画面にすら、ワンワンさん入っていってません不可侵領域なのでは、そこは。さ、返しに来ましたよ。ほほほほほ、ワンワンのこととっても感謝してるでござます。もう、おいでまいたまいでます。ほんと親切な坊やざますは、お礼はこれざます。ぶちゅ、えぇ、マダム、あ、マダムニャンニャンだった。キャンキャンじゃなかった。マダムニャンニャンだった。マダムキャンキャンはこの隣部屋にいる人だった。お礼をもらった。ラッキー？シャレが効いて、おお！体力は回復した！やった！というわけで、お金も貯めてきたことですし、おまけも貯まって、お金も貯まってきたことですし、ショップに入ってみましょうよ。ショップ入れますからね。よし。どれ？何が売ってる？あれ？ヨッシーがいるんだけど、なんなのこれ？ゼルダの伝説、なんか、マリオが3割、ゼルダが7割って感じなんですけれども、この不思議の森じゃなかった。夢を見る島。あ、このメガネのおっさんに言えばいいのかな？流行りのゲーム1回10ルピー。やってみよう。やる。ボタンを押してクレーンを動かす。あとはそのタイミングだけ。さあ、ボタンの前へ行ってくれ。頑張ってね。どれ？ B ボタンで、B ボタンで、ちょっと待てよ。なんか、すごい緊張する。いけるか。盾が欲しいな。盾持ってるけど、盾欲しいな。いけるか。しまった。遅い。アームが左右って、すごいなんか、稼働が緩やか。もう一回やらせてください。やります。さてと、動きは分かりました、アームの。いけますか？もうここぐらいで押しといた方が、いけ。待て。ここら辺でどうだ？よし！いけ！遅い！いや、早いのか遅いのか。いったいけないおじちゃん、もう一回やらして。納得いかないよ。待て、いける。おじちゃん、もう一回やらして。おじさま、もう一回やらせてくださいまし。おっさん、もう一回やらして。はい。はい。どうだ。いや、ハートか。これはハートだ。いったーというか、ハートはマダムニャンニャンさんからのキスによって全回復しているんだが、流れてきたー。まあ、取れたことが。あ、元気の塊？ドックンドックン、ハート満タン。まあ、取れたことが、一番の思い出として。ショップはこっちでしょ。本物のショップはこっちでしょ。うん、こっちだ。赤い。屋根が赤い。ここね。な、爆弾10個売ってんだよね。いや、爆弾ちょっと必要なんじゃないの？おっさん。これだ。爆弾10個。はい、買うよ。ありがとうございやした。また寄ってください。これ何なんだろう？ 200 ルピー。これ何？おっちゃんこれ何？
イカしたスコップ、あ、ワンワンちゃんが、ここ掘れワンワンとか言ってた。もしかして？ありがとうございました。200ルピー、ちょっと高かったけど。これ永続的に使えるやつでしょ？あ、いいっすね。よしよしよし。ちょっと、ワンワンちゃんのあそこのここ掘れワンワンのとこ行ってみます？行ってみよう。早速出かけるぜ。そうだそうだそうだ。不思議の森といえば、ここね。はい、コウモリさん出てきて。こっちの奥の、前回取り逃してたんですよ。ハートのかけら。ここ押して、あれ？押せないし、あ、これ持ち上げれるんだ。あ、やった。やった。イエーイ、ハートのかけら。あと一個。まあ、あと一個か。頑張ろう。ここ掘れワンワンということでやってきましたでござる。ここね。モグラさん、モグラさん。ほんとモグラさん。マジでモグラさん。無限脇。危ない危ない。もう、しかも戻っていくし。はい。ここね。もう一回掘ってみよう。もう一回、何？いた。あ、また秘密の貝殻だ。え？ここも掘るの？あ、結構掘れるじゃん。めっちゃ掘れるじゃん。本当にモグラさん勘弁してくれねえかな。はい。うわぁ、もう折れないしよ。もう勝ちんじゃないよ。勝ちんじゃないよ。はい。もう。わかったからもうする。はい、全部掘った。全部掘ったけど。ワンワンちゃん全部掘ったの俺は。なんだよそれ。何も出てこなかったわ。ハートだけいたずらに減らしただけであった。はい、というわけで、じゃあ気になってたところその2、ここです。階段ね。うわぁ、これ危ねえんだよ。あー、しまった、戻っちゃった。あの人危ないんだよな。コウモリさんもいますから、気をつけましょう。よし、落ちた。コウモリさんいるよ。はい、気をつけて。よし。痛い。しまったー、食らっちゃったか。うわぁ、危険だなーこれ。危険だなー。あ、ハートのかけらあるわ。ハートのかけらあるけど、もしかして爆弾役に立つんじゃない？来たー、これ来たー。一回飛ぼう。一回飛ぶけど、コウモリさんがいることを忘れないで、ほんとに。頼むから。来い！よっしゃー。むむ、かなりひび割れしてる？なんとかすれば、なるほど。一回、持ち替えましょう。持ち替えて、お、なに？なに？戻れない！幽霊さんもいるし戻れないし、体力は少ないしでも。え、掘るの？掘るの？掘っても何もないんだけど、掘るのグラフィティなんだけど、ここ墓地じゃん、絶対。墓地だよね。なんだったのさ。はぁ？持て遊ばれてるんだけど。墓地、うぐく草原、あ、草原だ。草原に行かなくてはならないんだ。もういい、あ、いたー。モグラさんマジでめっちゃ出てくる。ここは、パワーバンドに切り替えて持ち上げて、下に降りましょう。あ、でも左にも行けそうだな。何かあります？あ、何もないけど洞窟を発見した。よしよしよし。収穫だ。洞窟に行ってみましょう。洞窟で合ってるのかな？草原のどっかっていうのは多分、合ってる。お、宝箱だ。宝箱だけど、やったぜ、ここは爆弾が役に立つんじゃないの？立つんじゃないの？爆弾を使ってみよう。あ、え、そういう感じなんだ。持つとか投げるとかそういうあれじゃないんだ。よしよしよし。来い。あら？爆発しないんだけど、え、爆発はしてるんだけど、壊れないんだけど。なーにそれ。もっと強力なやつが必要なの？そういうことなの？そういうことなんでちか？こう、ダメ元でスコップで掘ってみたり。無理か。うわ、ぬか喜びだったわ。これ爆弾で何の意味があるんだろう。とりあえず先に進もう。草原に進もう。さてと。こっから左に行くと戻るのか。下に行ってみるか？下。お？あ、公衆電話だ。あ、ウルリラじいさん。頼む。はい。じゃ、ジーコ、プルルプルルガチャ。わしじゃ、ウルリラじいさんじゃ。この島のみんなには会ったか？村の南東、アナボコ畑にリチャードという男がおる。一度会ってみてはどうかね。では、ウルリラーガチャ。リチャードという男が、おっさんがデコボコうんたらに潜んでいると。しかし、草原に行けって言われたんですよね。草原に行けと言わ、あー、そこっぽい、ここっぽい。あ、でもこれ、もしかして、鍵がないとダメなのか？いや、こっちから入れるのでは？入れねえ。なにこの隙間。この隙間感何？マジでこの 2D ならではのこのもどかしさといい。
こっちか？リチャードという男が鍵を握ってるっぽい、と思う。これは持ち上げれない岩だ。これ岩なのか？これ岩っすかね？とりあえず持ち上げれない。ここ何？わ、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 え、リチャード？リチャード変える？いや、僕はこう見えてもお城に住んでたこともあるんだけどさ、家来に魔物が取り付いたんで逃げてきちゃったんだよな。ところで君は動く草原の入り口のか、それそれ、めっちゃ話早いじゃん。僕は知らないわけじゃないんだが、ねえ、取引しようよ。何？逃げ出すときお城に置いてきた黄金の葉っぱを魔物から取り返してほしい。わかった。いや、感激だな。実は葉っぱ5枚なんだ。あ、戻ってくる前にスコップ買っといてね。あ、スコップ買ってます。ってことはこの男がリチャードだったってことか。あー、いや、リチャードなのか。リチャードの別荘だ。というわけで、なんかお城に行ってくれっていうこと？ん？カナレットの城、ま、あ、城って書いてる。優しい。あと10分。10分だって。このペースだったら1分ぐらいで着くかな。どれ？こっちかな？城とかあるんだ。え、ちょっと地図見てみる？地図見れる？見れないか。こっちは、なんか、水、海か、そういう感じのあれか。城、こっちか。こっち？マジで、ちょ、ま、本当に城あるの？あ、危ない！痛い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 。ちょ、カマさん。カナレットの城まであと5分。右。右ね。こっちの、そこの階段じゃないのね。ああ、じいちゃん！リチャードじいちゃんの話は聞いたから、こっちね。もうあと1分ぐらいか？ 50 歩やった！ぶっちゃけ1分もかからなかったと思う。あ？入れない。入れない。ってことは忍び込めってことか？うわあ！いけそう！いけそうだけど、絶対飛べない、あそこまで。僕じゃ飛べない。翼を持ってないから。背中の、アフターダークなお猿さんがいるんだけど。チキータ、チキータ、猿キッキー。お腹が空いたよ、猿キッキー。かわいい！めっちゃかわいい。チキータ、チキータ、猿キッキー。お腹空いたの？なんか食べさせれるものある？これ？これ粉だよね。粉ふっかけてみる？あー、粉無理っぽいわ。粉無理っぽいです。お腹減ったか。食べさ、爆弾。爆弾は食べんだろう。じゃあ、こっち進んでみよう。こっちに何かあるかもしれない。あ、ゾーラさんが出てきそう。こっち？違う。あー、豚さん。お、何？何？はい、倒しておいて、倒しておいて。体力少ないですから。貝殻の館。あ、貝殻をここに持っていけばいいのか。うわ。うわ、え？何？誰もいない館に声が響く。私は貝殻の館に宿りし者。闇の力に挑む者を待っていた。島に隠された秘密の貝殻を集めよう。集めし貝殻を持ちてゲートをくぐるがよい。資格ある者に光の力を持つ剣を与える。剣？よし、たくさん貝殻を集めてゲートをくぐってみよう。そこゲート。うわ、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 ゲートそこまでしか開かないのか？貝殻が足りないのか？ああ、なるほど。帰ろう。城に着いたのはいいんだけど、絶対このアフターダークな猿さんが何か鍵を握ってるとは思うんだけど、開かないよね。でもちょっと、がむしゃらで飛んでみる？若さだよ、これは。ここ飛ぼうとする若さだよ。絶対それはいると思う。無理かー。連打連打連打。わー、無理だわ、これ無理だわ。これさ、スコップでなんか埋め立てられないのかな？埋め立てられないのかな？埋め立てらんないのかな？埋め立てられないっぽいよな。これスコップ持ってきた意味というのは？掘れる？掘れるし、掘れるのはいいんだけど、あー、ハート出てくるわ。そんな飛び出てくんのか。掘っても掘ってもさ、このチキータアフターダークのお猿さんに、なんか分け与えたいんだけど、チキータ、チキータ、猿キッキー。ご飯？ご飯出てこないよ。ご飯出てこないよ。チキータ、チキータ、猿キッキー。もうチキータしか言わない。もうニキータがよ、ほんと。もうチキータ、猿キッキー、アフターダークお猿さん。わからん。お腹が空いたらしいんだよ。もう絶対このアフターダークな、チキータなお猿さんなんだよ。この、猿キッキーの。絶対この人が鍵を握ってると思うんだよ。次回に持ち越そう。今回わからなかった。というわけで次回。
このサルキッキさんのお腹を満たせれるような何かイベントが起きたらいいなと思っております。それでは今回はここら辺で失礼します。ありがとうございました。プチュン。